はい、はい、ハッピーユウキさんか。そうですね、ハッピーユウキさん。ハッピーユウキさんが多分一番活躍してた頃は全然見てなくて、うん、で多分引退後ぐらいから、まあ、婚活 YouTuber とかを見出したって感じですね。うん、あ、あ、じゃあ本当にあの現役で動画配信してる時は見てなかったっていうことですか？そうですね。ハッピーユウキさんっていうのは実際見たことはないんですよ。あ、なんか今若干忍ぶ会みたいな感じになってますけど、彼は。そうそうそう。そうなんです。見たことなくて。ああ、なるほど。で、ユウキチャンネルさんが顔出ししてたぐらいの時から見てて。はい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 。で、ユウキチャンネルさんばっかり見てたんですよね。うん、それで、その後に、こう、なんかこう、ゆとりくんとかが出てきて、まあ、出てきてっていうか、もともといたんでしょうけど、ゆとりくん見て、うん、で、まあまあまあ、あの、アラビアとか谷川さんとか、まさきまんとかは、まあ、異色。まあ、その時期のクレイさんとかも見て、みたいな感じですね。よっそゆさんでしたっけ？そう、よっそゆさん。あの方はどう思われます？よっそゆさんはやっぱり面白いなって思いますね。その彼女、結局その彼女がいるけど、YouTube してる層っていうのが出てきて、その婚活 YouTuber で。はい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 、いますね。僕がよく見る彼女がいる婚活系 YouTuber は、よっそゆさん、高瀬結婚相談所、うん、あとあれあれあれ、投資家さん、投資家たくさんは、あの人はもうね、ちょっと引退ではないですけど、あの人ちょっともう彼女ができたっていうことで失速しちゃって、うん、でもう見なくなっちゃって、うん、だからあのよっそゆさん、高瀬結婚相談所、あとあの人も消えちゃったでしょ、ユッキーさんもね。ああ、そうだ、最近、うん、多分チャンネルはあるけど、うん、もう全然、うん、アップロードはそうですね、更新しなくなって、うん、あ、あとマニアックなところで言ったらメタボーさんっていう人がいて、はいはい、あの人 も彼女ができて、多分あの人はもうほぼほぼもう結婚近いぐらい、結婚ですよね、うん、だってつい最近あの向こうの両親に挨拶しに行ったみたいな、うん、動画をアップされてるので、綾瀬はるかにでしたっけ。そうやね、だからあのメッタボーさんも、だからどうしてももう彼女ができてそういう風になったので失速して、うん、でアラビアータ谷川さんも、うん、もう多分結婚が、まあその自分は結婚はしないって言ってるけど、うん、まあ結婚が近いのかなっていうところで、どうしても、ね、婚活系 YouTuber って結婚したりとか彼女ができたら失速してしまうなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、その中でそのよっそゆさんとかはもともといるという前提で言ってるから、まあまあ面白いなっていう風な風に思うけど、うん、まあ、ただもうその例えばノアラさんとかゆうきチャンネルさんとかゆとりくんとかをこう、まあ、言ったらいじって、それをその動画の題名にして、うん、で再生数を伸ばすとか登録者数を増やすっていうところはもう、うん、結構限界が来てるのかなとは思ってて、うんね、そうですね、うんうん、だから、まあ、僕はまあまあそのけど言ってやっぱね、それをやってるよっそゆさんは伸びてるんですよ。200後半ぐらいいるんですけど、はい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 、僕160、70ぐらいで止まっちゃったんで、うん、まあけどここはまあ地道にコツコツ行くしかないのかなと、うん、彼としてもあの結婚されちゃうとね、叩く人数がどんどん減っちゃうからね、そうそう、どうしてもね、うん、やっぱもう飽きちゃうっていうところもあるし、だから結局やっぱ一番強いのはなんだかんだで、ね、そのゆうきチャンネルさんとかゆとりくんみたいな、はい、あの絶対には結婚しないだろうなとか、うん、あの彼女がやっぱできそうにないなっていう人がもうその継続してコツ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 積み上げてるのがやっぱ一番こうすごいなっていうか、やっぱだから結局数字を今伸ばしてるのっていうのはもう、ゆうきチャンネルさんと、うん、あゆとりくんだけだと思うんですよ、うん、そうそうそう、まさにその通りっていうのは、うん、だからあの人たちはやっぱりその伊藤君はあれですよ、奈良原君的な首を絞まれるんで、そうです、そうです、うん、今ちょっとうん、
感想がありまして。あ、はいはい、お願いします。ちょっと、はいはい、回線がね、感想というものなんですけど、なんかゆとりくんはあの奈良原くん的な、なんていうかちょっとクズ要素というか、こっちが突っ込みたくなる要素がありますね。なるほど、あ、はいはいはい、そうそう、わかる。なんかちょっと安心できますもんね。安心ね。ものすごいこう実生活の中で嫌なことがあって帰ってきた時に彼を叩いて寝るという、なんかクラスの中で言うと30番目のやつを見てるような安心感が、うまい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 、もうね、申し訳ないけどもうその通りでね。だからまあその3000クラスになるのって、まあ、そういうことなんだろうなっていう、まあ、元祖クズ系 YouTuber っていうのが、うまいうまいだと、うまい、でその延長線上で言うんですけど、うん、前回あの3人で集まった時にも、うん、同じく、うん、あの YouTuber の、 あの話になったんですね、うん、で、はいはいはい、その時に婚活系ではないんですけど、うん、クズ系というか、まあ、はいはい、あの自らそう言ってる底辺系の YouTuber で、あの銀馬さんっていらっしゃるんですよね。で、あの人が地道に1万人ぐらい行ってることが、ものすごいこうローペースでどん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 あの人数を獲得しているウサギと、はいはい、ウサギとカメのカメっぽい感じだなという意見が3人の中でありまして、で僕らが婚活系 YouTuber があいつがあいつがって言ってる間に地道に1万人を稼いでってやってる、ああってるような、その銀馬さんに関してはどう思われます？銀馬さんに関しては僕もそのあんまりねたくさんは見てないんですけど、はいはいはい、あの人多分参入が早かったんじゃないですかね、単純に。あ、早いですよ、前からやってましたね、うん、だからそのゆうきチャンネルさんに関しても思うんですけど、そのやっぱ、はい、結局ゆとりくんとかも参入が早かった組で、はいはい、だからゆうきチャンネルさんでも本当に何ヶ月も前に僕がたまたま見つけて顔出しした時にもう1000人超えてて、あ、そうですか、うん、あ、なんでまあそのこれ別に悪口ではないですけど、はいはい、例えばそのまあなんかちょっと僕もともとは光るとかラファエルとかそういうもうベタなトップ YouTuber を見てたんですよ、はいはいはい、うん、でその中で別にそのまあ言ったらかっこよくもないし、うん、そのまあどっちかっていうとちょっと陰キャっぽい人がただただ話すだけで、うんうん、あんだけ再生数を伸ばすっていう、ただまあやっぱり顔出ししてるからっていうところも大きいと思うんですけど、はい、でだからそういう風な、まだ銀馬さんに関しても顔出しはしてないけど、うん、ただだらだら話すっていうのを YouTube はそこまで流行る前からしてたから、うん、まあ、伸びたのかなっていう、うん、まあ、それこれ多分ラブ&フリーダムさんとかも、うん、一緒でやっぱりその YouTube に対して参入が早かった人っていうのは、まあ、そのいわゆるパイオニア的な要素でのブーストがかかってるから、うん、まあ、1万とかっていうのはいくのかなっていう、うんうん、今だから結局その新しく参入、僕とかもそうですし朝健さんとかもまあ言ったらかなりもう本当最近じゃないですか、まあ、そう半年以内みたいな、ええ、そうですね、で僕最近その婚活系 YouTuber で検索をかけたら結構そのいわゆるなんていうんですかね、こういうスタイルの人がめちゃくちゃ増えてて、あとついでに言うとあの IBJ 系 の、 あの女の人2人ぐらいでやる、はいはい、あの婚活アドバイスみたいなのもめちゃくちゃ増えてるんですよ、うん、ああそうなんですね、はいはいはい、だからそこで、僕らは飽和して登録者人数が散ってるだけで、銀馬さんとかは多分その参入とかがもうめちゃくちゃ早かったから、うん、まあ、YouTube で、まあ、言ったその、まあ、クズ系というか俺は何やってもダメなんだよっていう風に話している人がその時にいなかったから、その時のその層を全部取り込んだのかなっていう風に僕は思ったりするんですけど、おーすごい見せる、なるほど、そうですそうです、でもちょっと口田さんで申し訳ないんですけど、
彼のなんかその独特さってあるじゃないですか、はい、独特さ、独特な世界観、はいはい、あれは多分他の人には多分真似できないオリジナルさっていうか、そういうのはやっぱり持ってると思うんですよね。うん、それはちょっとすごくなんだろう、強みというか、うん、多分あれは、うん、彼にしか出せない世界観。確かにそれはね、うん、本当に。まあ、けどそのあとはまあ経験を積んでいく中で、うん、その世界観を見つけていったっていうところもね、もちろんあると思うんですよ。うん、レイさんも結構参入で、僕らとかとゆとり君とかと同期ぐらいですか、レイさんって。もっと昔、どうすかね、ゆとり君のがちょっと先なのかで、ただ俺は婚活系はやってなかったんで、はい、やり始めは多分4年前とか、あドライブシーンだとかスノーボード釣りとかっていう動画をやってて、あ、はいはいはい、2018年ぐらい、5月ぐらいから婚活系を一発上げたら22万再生いったっていう、一気に。あ、それからそのネタをやり続けてるという形で。あ、そう、実は婚活系ではないという。そうですよね、婚活系じゃないっていう、こう言ってますもんね、いつもね。でもリスナーからするともうそう婚活系って、そうそうそうなんですよ、正直そう、うん、アラビアータさんも前そういう風に言ってたんで、僕がコメントで、うん、いや、はいはい、違いますってコメント書いておきましたけど、そう、確かにそうなんですよね。だからレイさんとかもその独特のレイさんのチャンネルの雰囲気ってあるじゃないですか。うん、あ、確かにね、そうですね、そうですね、あれはだからあの他の人が真似してもダメだし、うん、ある意味だからそれって結構昔はレイさんもあるパターンじゃなくて、そのずっと続けていくうちになんか自分なりのこうパターンみたいなのがこう雰囲気というかね、うん、ああもうそうですね、そこら辺、うん、僕とかはまだちょっとそこら辺が固まってないし、うん、それだからまあそうですね、だからゆうきチャンネルとかゆとりくんとかも、まあ、それがいいにしろ悪いにしろレイさんにしてもなんかまあ自分のもう あこれがレイスタだなみたいな、まあ、なんかそういうのがあるじゃないですか、うん、なんか多分やり続けててなっちゃったみたいな、うん、そうですよね、なんかね、自分のスタイルハマったみたいなところはね、めっちゃあると思うんですけどね、他の、まあ、その苦手な人と好きな人とはやっぱはっきりするじゃないですか、うん、レイスタにしても、そうそう、にしても俺の場合極端なんで、もう好きか嫌いかどっちかしかいないという、うんうん、でそうですよね、そうなんですよ、コアなファンだけが再生数は少ないけど、コアなファンの方が長時間再生してくれてるんで、だから非常に収益は全然減ってないという、はい、意外とで低評価も多いけど問題なくっていう、はいはい、ただおすすめに上がりにくくはなってるから再生回数は少ないと、あ、うん、だ広告単価は下がってないっていう、実はここだけの話ここだけの話、うん、あ、もうアップされちゃうけど、婚活で検索したらレイさんってあんま出てこないですもん、うん、もう出てこないですね、ゆうきチャンネルは、うん、そうそうです、うん、あれは低評価がない頃はバンバン出てたけど、今は低評価が多いんでちょっと出ちゃってるかな、あ、全然検索されないっていうかおすすめに上がらない、うん、ただ今は ね本交際の人がいるからあまり上がっても困るという、そのおすすめにどんどん出てこられるのは困ってしまうんで、やっぱりどっかでバレてしまうっていうのと、スマホ持ってないけど彼女はパソコン持ってて YouTube たまに見てるって言ってるんで、あ、じゃあちょっとまずいなと、はいはい、うん、顔は隠れてても多分声で分かりますね、そう、声とこの腕時計と分かっちゃうから、ね、バレちゃう、絶対分かると思う、分かると思う、さっきも声そうですね、それで川越市っていうのを歌ってるんで川越、うん、あーみたいなでデート行ったよ行ったよって細かく伝えてるんで、うん、言ってますね、うん、レイさんの声ってちょっとかなり独特ですもんね、うん、そう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 、渋い声なんで、そうそうそう、レイさんの声独特、うん、すぐ分かる、けどやっぱね顔と声が合ってないな、そう、いや、僕もそうなんですよ、僕もあの前回のあの3世代の時に初めて会っていつもあのねピンクのあの
顔文字のイメージしかないんで顔文字のイメージであったら全然違うなと思って確かに、うん、そう全然なんか多分こういう顔だろうなっていう想像はしてたんですけど全然違う。そうですね。そう初めて会いましたけど、そう思いましたね。なんかそんな感じ。そうですね。確かに確かに。全く自分の想像のもう範囲に入ってない。そうですね。確かに。そんな感じ。だから多分さん。レイさん、赤羽由紀子に似てるって言われません？あ、それ言われます。それ。ああ。32歳のあの女性に会った時にプチオフ会で。お見合い募集をした時に、まあ、来てくれて、はい、やっぱり袴田って言われたりあとはやっぱイメージと違うと、うん、声のイメージとかではもっといかつい人が来てなんかかっこいいおじさんなのかなっていうふうに思ってたみたいな、うん、それで振られたと、それで振られた切ねえな俺、うん、袴田義彦まあまあ、ね、うんで、まあ一応 YouTuber 界隈の話はこれぐらいにしまして、一応婚活サミットなので、一応まあ多分ここから動画使うかなと思いますんで、あの、一応まあ婚活の今のハマーンちゃんさんの状況であったりとか、ハマーンちゃんさん自身が今までの、まあ動画でも言われてると思うんですが、まあ動画で言ってないことも踏まえて、なんかこうせっかくのこのあれなんで、まあ相談でもいいですし、今までやったあの感想、女性とはこういうものなんじゃないかとかね、そういう経験のお話をしていただけると、多分ここから使うと思います。僕の場合は。あ、はい、はい。これはけどそうですね。婚活は僕喋っていいですかじゃあ。はい、どうぞ。はい。でまあ、結局僕はバツイチなんですけど、ずっと県外にいて、で、まあ、ちょっと親の調子とかが悪くなってこの田舎に帰ってきたみたいな感じなんですよ。はいはいはい。で帰ってきて、まあ、すぐ結婚して、まあ、いろいろあって離婚してっていう感じなんですけど、まあ、僕はスタイルとしては、まあそのまあまあ、いわゆる自然な出会いですね、まあ、偶然の出会いの方ですね。あ、僕の言ってる偶然の出会いですか。そうです、そうです、はいはい、でちなみにそのやっぱりどうしてもすっごい田舎なので、はい、あのアプリとかはまあほとんど機能してないっていうのが現実的なところで、はい、うん、でだからまあそもそも登録者がいなかったりで、あと結婚相談所っていうのも多分ね車で1時間半ぐらい走らせないとはないんですあ、そんな感じなんですか。そうです、そうです。なんかあるらしいはあるらしいんですけど、らしい、なるほど、うん、そうです。だから、まあ、そういう感じだから婚活パーティーに行くにしてもそのやっぱり1時間15分ぐらいかけて市内の方まで行ってっていうような感じになっちゃうんですよね。で、まあ、その自然な出会いでっていうところなんですけど、はい、でまあ、僕はその、まあ、僕の強みというかね、僕まあ看護師をしてるんですけど、はい、まあ、看護学校に2年前ぐらいまでは行ってたわけなんですよ。その遅いスタートで看護学校で5年間通わないといけないんで、はいはいはい、うん、なんでまあそこで結構その、まあ、友達とかもたくさんできたりして、まあ、そこのつながりとかで、まあ、まあうまく、まあ、そういう出会いっていうのにあんま困らないかなっていうところは一つあります。あ、だからその結局、まあ、看護師っていうブーストがかかってるっていうのはもちろんあるんですよ。はい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 。だからいわゆるその工業高校、僕工業高校なんですけど、うんうん、工業高校とかって男子校だったら、はい、まあ、女の人って2人とか3人ぐらいしかいなくて、うん、そしたらまあめちゃくちゃブスでもめっちゃモテたりするじゃないですかまあ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 確かにそうですね、うん、そういうのがまあその逆バージョンで起こってくれるんで、まあ、そこはまあすげえ、それはだからその職業を選ぶっていうところでのまあブーストかかってるから、そこはまあ僕 あのまあ強みだなと思いますね。そのまあラッキーな点というか、もうこれは看護師を目指すっていう人生に切り替えないとそのブーストって受けられないじゃないですか。はい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 。だから婚活男性がモテたいからじゃあ俺看護師になろうって、そこまでやっぱ甘くはないし、まあそうですね、かかるし、うん、結果論ですもんね。そうそうです、そうです、そうです。でそれとあともう一つ、これは別にあの動画とかであんまり言ってないんですけど、はい、
やっぱりね、人が嫌がることをやるとモテるからっていうのはあります。あ、具体的には、そう、具体的に言うと、例えばその看護学校とかに行ってた時に、まあ、大人になってから、例えばその生徒会みたいなやつとかってあるじゃないですか、はい、でそういう高校生の時とかだったらまた別なんでしょうけど、 その、まあ、そういう人がやりたくないことに自ら飛び込んで、で、その仕事をこなしていくことによって、はい、その実際やってることは大したことなくても、うん、人が嫌がることをやってるっていうだけで評価が上がるんですよね。うん、自分のレベルとして、例えばレベル5の仕事をしてるけど、